はい、デレクの石本です。今日はですね、ギブソンのこちらのギターですね、 SG スタンダード61マエストロバイブローラーというね、ヴィンテージチェリーというね、こちらのギターが入会しましたのでご紹介しようかなと思います。はい、このギターはですね、 SG ね、ギブソンの SG というやつで、このアームがマエストロバイブローラーっていうね、このアームが特徴ですけども、このギターね、動画で見たことが あるんじゃないかなと。まあ私、エリック・シュークラプトン首相のですね、大ファンとしましては、このアームのね、このカバーを外してね、アームも取り外してね、でペイントをするというね、そうするとエリック首相のクリーム時代のサイケデリック SG が出来上がるというね、そういうギターでございますですけどね、それの元になったような感じですね。まあ厳密に言うと、あのギター60、エリック首相のやつは64年製やったのかな、これは一応61年製の、バイブローラーが付いてるというタイプのものの復刻版というかね、そういう感じのギターでございますね。で、22フレットでね、これ、ジョイントされてるんですが、この22フレットのところでボディとジョイントされているというね、これね、ですからハイポジションがむちゃくちゃ弾きやすいというね。で、ボディもマホガニの1枚板で作ってるので、まあセンターで合わせてるかな、なもんですからですね、まあストレートな中域のグッと盛り上がったね、ハードロックサウンドが出せるというか、そういう感じでございますね。で、ピックアップは 61R と 61T というね、いわゆる61年モデルの感じのピックアップをで、若干パワー感があって、トレブルもちょっといい感じで抜けるというね、そういうピックアップのようでございますね。で、このピックガードがね、特徴でね、ギブソンの場合はね、フェンダーなんかだと3プライなんですけど、これは5プライで黒、白、黒、白、黒、ね、5枚合わせになってますね。コントロール関係もですね、2ボリューム2トーンね、コンデンサーがオレンジドロップが確かついていたと思いますね。まあなんといっても、さっきも言いました、この特徴的なマエストロバイブローラでございますね。このなんていうの、カバーのところにこれギブソンのロゴ刻印とかね、なんかデザインのものが入っててね、この前のそのこうピクンとなったところがアームのバネ、板バネ式のバアームでございますね。なもんですから、まあ厳密に言うと、そのなんだろう、ストラトなんかのね、シンクロナイズトレモロに比べると、聞き幅がね、少し、少なくて、ちょっと上品なビブラートをかけるとかね、そういう感じの使い方になるのかなと思いますけどね。まあ、で、あとブリッジも中央マチックタイプのものがね、ついてますね。なかなか雰囲気がいい。あ、そうそう、ペグもね、ペグもこれ一コブのプラスチックのね、ストーンノブっていうんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、ギブソンデラックスっていうぐらいの刻印の入ったねペグがついてて、もう雰囲気は抜群でございますですね。というわけで、詳細に見ていただいてね、この後サウンドチェックもねしていこうかなと思います。はい、では行ってみましょう、ね、こちらがボディでございますね。ホーガニーボディですね。で、バーストバッカー 61R と 61T か、ね、この先も最初に紹介でも言いましたけど、22フレットがね、このボディの先端とちょうどつながってるところなんですね。なもんで、このピックアップとの間にこう少しこういうカバーがついててね、これも61年モデルのスモールピックガードの特徴の一つですね。で、このピックガード、このスモールピックガードが5プライですね。黒、白、黒、白、黒という感じですね。このアームですな、ストロバイブローラーね、この刻印がね、かっこいいですよね。ギブソンと書いてあってね、トグルスイッチにフロントボリューム、フロントトーン、リアボリューム、リアトーンで、アウトプットジャックと、ね、ボリュームのテーパーはオーディオテーパーっていうことになってるようですね。オレンジドロップのコンデンサーがついてると。あ、そうそう。でから、チューンオーマチックでございますな。ARB の1っていうやつやったかな。ミディアムジャンボフレットローズシバね、22フレットね、ずっとこの台形のポジションマーク、ちょっとパールインデーみたいな感じかな。ナット素材はグラフティックという素材でございますね。プレーンなジャズロードカバーで、クラウンインデーのギブソンインデーですね。
はい、では裏側に。よいしょ。はい、裏側でございますね。一番上にね、シリアルナンバーが入ってて、その下にメイドイン USA かなの刻印がありますね。デラックスギブソンと2列になったね、キースコーン、いわゆるあのプラスチックの一コブですな、ヴィンテージタイプのペグがついておりますね。マホガニーネックですね。よいしょ。最近のギブソンのね、あの特徴ですけども、こうちょっと大きめのストラップピンがついてて、ストラップが外れにくくなっているということでね、これは改良点ではないかと思いますけどね。で、マホガニーのボディですね。これおそらく2ピースやと思うんですけどね、センターこの辺りでついてるような気がしますけどね。コントロールキャビティがあってと、でね、少しこうあのヒールもね、ボディ圧が薄いですからね、ハイポジションもね非常に引きやすいというね、そういう仕様になっておりますね。はい、それではサンドチェックに行ってみましょう。ではサンドチェックに行こうと思いますね。アンプはですね、チューブアンプのねやつで、軽くクランチっぽいサウンドにねセッティングしますね。リアピックアップからね、ストレートな感じの、少しボリューム絞ってね、このフロントね、ターにしてね、ちょっと、フロントトーンを絞り込んだりすると、
詳細に見ていただいてサウンドチェックもしてみましたですけど、いかがでしたでしょうか。ね、なかなかね、ストレートなロックサウンドがね出てるんじゃないかと思いますね。まあ、このマホガニーのね、端材というか、ボディなんでね、非常に軽量でね、使い勝手も良くてね、ハイポジションも弾きやすいし、それぞれのボリュームとトーンでね、サウンドバリエーションもね、広くも取れる。ルックス的にもね、こうちょっとこのゴージャスなアーム部分がね、マエストロバイフローラのね、アーム部分がちょっとこう目を引くなってね、いう感じですよね。そういえば昔、デレクトラックスがね、ここの部分だけ残してね、でここをストップテルピースに改造しててね、そういうような筋を使ってた時期もありましたですけどね、まあ、見てこうルックスはね、これなかなか光り物があってゴージャスでいいんじゃないかと思うわけですね。サウンドもそのストレートなロックサウンド、ブルースにも合うしね、それこそハイポジションがこんなに弾きやすいですから、スライドプレイなんかでもね、バッチリデレクトラックスやらスカイドッグ、デュアンオールマンね、この SD なんかを巧みに使ってプレイしていたのではないかと思いますけどね。はい、 SG スタンダード61マエストロバイブローラヴィンテージチェリー、こちらをご紹介しました。はい、というわけでこの動画がね、少しでも参考になったかと思っていただける方はぜひチャンネル登録とね、グッドボタンですね、よろしくお願いします。はい、で、この仕事がお送りしました。いやー、いいですな、やっぱりな。